タートってどうしたらいいんですか、ね、漏れてんの、どうも皆さんこんにちは、こんにちは、こんにちは。さあやってまいりました長野プレゼンツ企画、うん、あ、来ました、はいはい、やらさせていただこうかなと、ありがとうございます、ありがとうございます。では早速、行かさせていただきます。行きましょう。はい、今回じゃあ、YouTube やらさせていただくのは、うん、お客様が選ぶ、うん、スーツの購入ポイントランキング。あ、購入ポイントランキング、そうですね、ランキング OK、 オッケーです、流行ってますね、ランキング OK、 ランキングランキング OK、 どういうことかというと、まあまあお客様がね、どう、これを購入する際にどういったところを気にして意識的に見てはるのかなっていうのをちょっと順番形式に紹介させていただこうかなと。どういうポイントで皆さんが決めてるか、そうですね、購入に至るまでに。なるほどなるほど。あ、じゃあこっち側からじゃないよね。そうです、お客様目線でという感じでちょっと調べさせていただきました。すごいな。接客しながら聞いた、もちろん、はい、何が決め手でしたかね。そうそう、だから何が決め手、そうです、マジでさ聞いた何これどうしたんですか、どうしたんですか、買いに来たのか、どうやって、何を買ったんですかいうこと、何で決めたんですかいうことで、はい、まあトップ5を5位、5位から少し紹介させていただこうかな。いつも3位形式やったからいやいや、もうせっかくなんで5つぐらい行かさせていただこう。すごいな、欲張ってしまいました。いやもう星があるわ、申し訳ないです。では早速行かさせていただきます。第5位は、と、なんか音入るんですね、じゃじゃんと、はい、第5位は素材です。素材、素材、5位が素材、はい、5位です。素材ですね。まあまあ素材って言っても一言に言っても、まあ本当にいろいろ、まあウールやったりモヘアやったりカシミヤとか、まあまあそのナイロンであったりポリエステルとか、まあ化学繊維であったりとか絨毛であったりとか、まあいろいろあるんですけども、まあここもお客様のこだわりとしてはやっぱりシーズンごとに素材を選び分けて購入したいという意見が多く、今回の5位というランキングに入りました。5位、はい、まあ、意外ですね。意外、はい、だいぶ上位やと思ってた、うん、はい、ね、そうなんです。割と素材とか、まあ、まあ季節感によって変えていただいているっていうのが、お客さんもそういうふうに意識して選んではるという感じですね。冬やったら冬っぽい、冬っぽいカシミヤであったりとか、あったかい、うん、あったかい生地でいこうと、起毛したような素材でいこうとか、なるほど、はい、これベル、そうですね、ベルベッチみたいな、スーツではちょっとね難しいんでしょうけど、はい、肌触りいいかなと。でもサクサクじゃあ行かさせていただきます。じゃんだんじゃんだん行きます。それよりもってやつやな。そうです、どん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 、まあ、5つあってしまうので、あ、そっか、はい、ね、よりも重視している第4位です。4位、うん、シルエット、シルエット、はい、まあ、今後の言うところのシルエットっていうのは、そのまあイタリアンであったり、ブリティッシュアメリカンとか、この間その YouTube で紹介していただいたような、はいはい、スーツのディティールといいますか、全体のこの形で決めているというのが第4位でございます。まあ、ここもその流行のスタイルがいろいろ出るところではあるのかなという感じですけども、まあ、最近ですとそのやっぱり細身の、シルエットのものが人気があるのかなと、そういったより細く細くといったところが人気があって、その辺で決めていただいてるみたいな感じですね。それがなんと4位なんと4位です。4位なんや。なるほど、まあ、流行のシルエットとかっていうところってことですね。そうですね。じゃあ続いて、はい、サクッと第3位です。3位、はい、ここはデザインです。デザイン、ここデザイン、はい、デザインでいっぱいでも、そうですね、ここでいうところのデザインっていうのがスーツの色と柄のこと、ああ、うん、みたいな、ストライプとかそういうこと、そういうことですね。ああ、
そこで3位、はい、これがのデザインのことですね。そうですそうです、はいはいはい、ここ1位は思ってましたけど ね、そうですね、僕もこれはほんまに1位かと思ってたんですけど、まさかの3位と、まさかのまさかでしたね、これまさか長野のまさかのありがとうございます、まあそうですね、スーツの色の定番で言えば、まあ、黒コングレーが、うん、まあ、その辺の落ち着いた色みんながやっぱ定番で人気があったりはするみたいなんですけども、うん、ここもあのデザインっていう、まあ、スーツの色柄なんですけども好みは割と年代によって変わるみたいで、うんうん、まあ、最近の若い方とかでしたら明るめの紺であったりとか、紺は多いですね、はい、多いそうです。で、そうですね、で30代40代ぐらいの、うん、男性の方とかやったら割と黒の落ち着いたストライプのものが人気あったりとか、なるほど、色々あるみたいですね。でその一番その年齢層が幅広く愛されてるのはやはり紺無地みたいですね。グレーはなし、グレーはなしですね。もかやわ申し訳ない、まさかまさか、まさか、申し訳ない、グレーがそのラン人気のところにはなかったんですけどもパーンって貼ってくれるからね、まさか、まさかパーン出て出してこうジャーって出していただけたら、じゃあ続いて、サクッと第2位ですね。2位ね、2位はこれもちょっと意外な結果でしたけども、ほうほう、僕らからしたら嬉しいことです、うん、第2位はなんと着心地です。着心地、まあ、これはでも僕らのオーダーの、うん、やってるものからしたら、そこの力量ですね、はい、着心地で選んでもらえるっていうのはすごく嬉しいことかなと、ありがたいね、嬉しい話です、はい、やっぱりそのどのお客さんも体にきっちり合った、うん、スーツじゃないとやっぱ一日ストレスになるとか、うん、まあ、余計に疲れるとかいう声をよく聞きました、うん、なんかうちサイズの見本服多ない、めっちゃ多いピッチがね2センチめっちゃ多いっすよ、入社するときに一番困るのそこっすね、うん、パターンもいっぱいあるしサイズピッチもめっちゃあるし、ね、ただ来るお客様側からしたらこんだけあるから空への作るのは意味合いですよね、うん、着心地確認もめちゃくちゃできるから確かめてもらえるのは本当に嬉しいことです、ね、だからもそう思う、僕はそう思います、俺もそう思う、ありがとうございますまさかのまさかのパーン、だからまさかありがとう、言えてもらえるようそうなんですね、それが着心地が第2位と、第2位、はい、嬉しいことですね、ここそうです、ね、でも販売員の人とねよく相談して決めてもらったらいいのかなと思えるポイントですね、なるほどね。じゃあ続いて第1位の前にと、あ、そのランキング外ですね。そんなんだ、はい、もちろん若い、ね、もちろん1位はそんなすぐに行かないですよちょっとちょっとちょっと分かってるよね、ランキング外をご紹介させていただきます、ね、ちゃんと言えんやそれ、はい、ありがとうございます長野のまさかじゃあまずランキング外で、まあ、少数意見ですね、はい、こういうのがありましたという感じなんですけども入ってけえ、まあ、スーツの生地のブランド、あ、はい、まあ、スーツであったり生地のブランドで、あ、そうね、あ、たまにいらっしゃいますね、うん、どこどこの生地ないのみたいな、これはこれはドンで自慢させないと思うけど、で続いて、まあ、お店の雰囲気、あ、これあめっちゃ嬉しいですわ、そうめっちゃ嬉しいです、そうですそうです、入りやすいとか入りにくいとかいろいろやっぱ店の雰囲気によってあると思うんですけども、これでも1位にしてくれてもそうやん、そこちょっと工作してくれても工作正直やな、正直やな、正直やな、まあ、リアルな声を書いてますね、そうですね、へえ、雰囲気は嬉しい、あともう一つが、スタッフの接客姿勢ですね、ああ嬉しい、そうです、僕らが試されてるところですけど、そうですね、ここ、はい、結構左右されますもんね、そうですね、やっぱり人それぞれ二度とけえへんとかね、もうそれきついな二度とけえへん、二度とけえへんわってなることもあります、そういうことですね、逆にまあ指名してもらえたりもするわけですから、ね、嬉しいですね、はい、その一人来られてその方がまた
よかったからあの人にお願いして言って紹介してもらっていう輪、ね、がどんどん広がっていったらという、ね、理想ですね、僕らからすれば、ね、嬉しいですね、はい、まあ、こういう少数意見が少数大多数大多数ランキングには入れなかったけども、そうなんです、惜しくもですよ、惜しくも、惜しくもです、傘が。それではじゃあ、はい、栄光の1位ですけど、栄光の1位、はい、いい、いい、もう一通り出ましたけどね、うん、そうですね、あともう何が出るかも正直ちょっと分からないかなと思いますけども、うん、まさかです、この1位こそまさかの結果でした、はい、1位はなんと、はい、価格です。やだな、そうやろな、思ってないよね、まあまあリアルな、そうなるわ、まあまあまあ、でも一番ね、そうなるわい、それと相談してね、そうですね、やはりなんといってもと値段が一番という感じですね、看板に書いてますからね、工場直売、そうです、うんうん、はい直売っていうその4文字だけで国内縫製でやってくれる、あのこ直売やから何らかのってい う, こう期待感もありつつですよね、ランキング1位価格ですけど、価格に関しては M2 は割と、はい、いい、うん、良心的というか、いい勝負ができるのかなと思います。で大体その、ね、一般的にスーツ1着にかける金額みたいなんですけども、た、はい、これが大体一番多いところで、2万円から3万円くらいが一番多い、2万から3万な、はい、あそんなもんか、はい、で続いて3万円から5万円、うん、はい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 、うん、で続いて1万円から2万円という結果ですね。1万から2万円、はい、怖いですね、それある、そうですね、もうありましたね、はい、もう最終セールみたいなんかな、ジャケットスーツ上下で、上下で、まあまあなくもないかなといいタイミングで買ってもらえたそれぐらいのうちでも買えない、たまたまで、はい、ないのかなという感じです、まあ、そうだね、はい、まさかまさかのっていう、大体その2万から3万円、3万円から5万円ぐらいで、うん、でも大体もうここでこの8割ぐらいです、うん、の方がやっぱそれぐらいの、はい、3万5万ぐらいでしょうね、うん、そうですね、もう、2万3万、3万5万ぐらいは確かほぼ同率、若干ぐらいの差しかなかったので、うん、ここでもう4割4割ぐらい取ってるかなという感じの調査結果となってます、なるほどという感じですね。あとはもう10万円以上っていうのもでも割と、ああなんか3ケースとか、そうですね、もうありましたね実際、なるほどね、という感じです。3ピース、ね、3ピース、3ピース2パンツ、3ピース2パンツある、うちでいう 3PP ですね、3PP3PP でもそうですただまあ、今回そのランキング形式でこういろいろご紹介させていただいた素材、シルエット、デザイン、うん、着心地、まあ価格、うんうん、まあこの5つが結構多かったんですけども、うん、まあこれでも実はそのなんとこの全部が叶えられる店、夢のようなお店が存在するんです、うん、うちですね、そういうことですいやもう分かるもん分かるやん、だってだってこれでちなみに A 社ですおいみたいな感じいやでもいいみたいな茶番申し訳ないですもっと綺麗に持っていきたかったんですけどちょっと遠回りやった、遠回りやつちょっと白濃かったですけども茶番茶番いやでも本当にね、あの冗談で来て、うちはその全部に応えられるのかなと、うん、はい、そうですね、うん、その通りですね、なるほどね、この辺はもう全部あのそのスタッフに相談していただければお答えすることできるかなと思いますので、ぜひぜひ、はい、M2 プラントをご利用くださいと、なるっていう回ですね、という回ですなるほどね、はい、困った時の M2 プラントありがとうございますということですね、はい、そういうことです、はい、まあね、はい、困った時のM2 プラントそれを覚えて帰っていただけたら十分かなと思います
ブランドとかでもいろいろね、はい、有名どころもまああるんですけどね、こっち側から提案させてもらえることもいろいろあるんでしょうし、はい、うん、これが欲しい言うて来てない買えるとかじゃなしに、うん、ただ話を聞きに来るだけっていうのでもね、はい、うん、すごくいいかと思いますよ、うん、というわけで、はい、そういう回でした。はい、それでは、どうやって終わるんですかね終わらしたことがないのでなるほど、終わらしてください。自由に難しい、まさかの長野のまさかということで、どうも今回はご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。オーダースーツ M2 プラントフライデーフットボールスタジアム、毎週金曜日夕方2時35分ぐらいから僕西川大輔が FM802 で担当しております。で、M2 プラントさんと一緒に、まあ、いろんなそのスーツとサッカーを交えて番組を届けてますので、皆さんぜひ聞いてください。よろしくお願いします。